では一方、日本列島の南端地域はどうだったろうか。例えば宮古島に人類こそに通じる考えが色濃く残されているのを見てきたが、稲作の電波が南方ルートであるとするなら、この地域は弥生文化の最前線だったはずである。ただ、南方ルートで入りうる米は、今我々が食べているジャポニカ種ではなく、チ流米と呼ばれるインディカ種であるから、 日本の気候には適さない。そう考えると南方説の説得力は弱くなるが、イーナ作がこのルートで日本本土にもたらされた後、品種改良されたり、あるいは作付け品種の転換がなされたりなど、様々な可能性が考えられるため何とも言えない。